愛嬌してください。ということで第1回お肉を、どういうこと？これね、勝手に勝手にって思うじゃん、これ今まで勝手にね、お肉さんの名前だったり出してたんですけど、これ今回しっかりとお肉さんに質問をして、お肉さんからその VTR まで用意していただいて回答してもらってます。そうでしょ、これが実現してしまった。嘘でしょ。嘘です。嘘かいって思うじゃん。え、嘘なんですよ。で、多分まだ嘘だと思ってるけど、ガチですこれ。テロップでガチですって入ってると思うんだけど、ガチです。ガチ、これガチです。ガチお肉王ですこれ。本当にこれ、まず普通にね、普通にまずあの、かしこまっていい、あのご協力していただいたあのお肉韓国さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもあの可愛がってください。まあまあ美食ながら、美学ながら、概要欄にね、一人ぐらいいるかもしれないからね、もしかしたら。お願いします。ということでね、お肉韓国さんはですね、あのいつもね、あの20の情報だったり考察だったりをね、もうめちゃくちゃ早く出してるので、もうこれはもう全員が得してますね、もう。はい、はい、ということで、今日はそのお肉さん、昔から見てるし、あの、まあ、普通に YouTube の先輩として参考にもしたり、はい、逆にライバルとして切磋琢磨したりしてるので、うん、もうお肉さんについては全部知ってるでしょう。僕たちなら全部知ってます。お風呂でどこから洗うかも知ってますね。気持ち悪。じゃあなんでなん。知ってるからです。なんでなんよ。盗撮します。うわ、垂れてますお肉さん、盗撮気をつけてください。どこにカメラ。嘘ですよ。このガチと思った人たまにいるもんね。方たまに。危ねえ。危ない、ね、嘘です。嘘ですね。おこがましい。おこがましいとかの問題じゃないけどね。ということで、これもう皆さんもね、今もう歓喜なんじゃない？まあ、いつもね、あの最近あのマコ王だったり、リク王だったりやらせていただいてるんですけど、あ、〇〇王っていう企画がまずですね、その、あの東海オンエアさんが発祥の、その、例えば徹夜王だったら、その徹夜についてどれだけ詳しく知ってるか、みたいなことを、まあ、競い合う大会ですね。はい、まあ、いつもマコ王とかリク王を、まあ、もうクイズ形式でやってるんですけど、今回はお肉王をガチでできるということでね、これ皆さん盛り上がってください、今。今、チャット欄大盛り上がりじゃない？ガチだわーって。うわー、早速やっちゃう。はい、早速やっていきます。はい、ありがとうございます。じゃあ最初の質問の前に、はい、お肉さんからメッセージが届いてますので。マジで？まずはこちらをご覧ください。メッセージ？メッセージってガチのやつ？告白ってこと？まあ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 、ちょっと静かに。ごめんなさい、ごめんなさい。主語。こんにちは、お肉です。今日はね、22さんのチャンネルに出演させていただくんですけど、よろしくお願いします。いや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 、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当にやらさせてください。やらさせてください。すみません、本当に皆さん盛り上がって。本当にということで、1問目行こう。早速、じゃあ最初の質問、はい、一番好きな色は何ですかとお肉さんに聞きました。はい、お肉さんは何て答えたでしょう。これね、これね、これね、まあ2択ですよ、正直。正直、うん、まあこれとは言うもののこれっていう回答があります、僕には。これとは言いつつ、これ、この時にはこれかな。はい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 、ちょっと見ちゃったんですけども、そう、どっちかなんよな。あえて分かれていこう。え、お肉を乗れるのは何点？今回7問ありますよね。そう、これでももう勝った方でいいか。そうそうそう、勝った方にしようか。勝った方。はいはい、じゃあせーの。オレンジ、紫です。なるほど。これね、そうね、これね、あの、すいませんね、ルーズリーフでお肉王なのにルーズリーフの裏側で、よろしければこちらの、肉王の時のやつも見ていただいて、お願いしますと。紫です。なんで紫なんですか？最近、ま、最近見送りしたじゃないですか。はい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 。これマヤペンなんですけど、お肉さんっていうのは、お疲れ様です。僕同じ、はい、マヤ愛、はいはい、爆発してんじゃないかって。なるほどね、うん、だけど僕オレンジかなと。オレンジの理由はこれですね、お肉さんって実は昔アイドルやってたんですよ、はい、これ言っていいか分かんないんですけど、はい、そのアイドル時代のメンバーカラーオレンジなんですね。そうなの。そうなんですよ、うん、で最近ね、そのメンバーカラー発表されて紫になったんですけど、これちょっと前メキハピとかの
あの色なんじゃないかって冒頭の時もまやちゃん実はオレンジだったんですよ。そういうところからもオレンジなんじゃないのかなと。紫です。お願いします。お願いします。じゃあ正解いきます。では答えていきたいと思います。質問1、一番好きな色は何ですか。これは答えてもらわなかったらちょっともうお肉を失格なんです。もう、もうどっちか失格やん。紫です。うわやっぱまやちゃんの色なので紫が今一番好きな色ですね。そしてあと虹色も好きかなっていう感じです。オレンジはお肉さんでもお肉を失格やん。お肉を失格やん。ありがとうございますお肉さん。お肉を失格やん。もううわ深読み、ちょっとあのお肉さん好きすぎて深読みしすぎたわこれ。ちょっともう満足です。寝ます。もう今日はいやまだまだあるからね。もっともっと光るよ。質問させていきます。お願いします。 NiziU が出てる動画番組すべての中で一番好きなシーンはどこですか。むじぃすべてか。選択肢が2,25,582.39 通りあるわ。あ少な8億。いや俺全部見てる今。フレッシュオフィシュでしょ。でもこれやっぱり、まあ、これはもう口ですいいと思うんだけど、まあ、まやちゃんのシーンかなって。まあね、あのかあそうまやちゃんじゃないシーンかなんだよね。そう、もう見たくなんだよね。そうやってるのはこれきつい。どっちだこれね。どっちだろう。でも俺はちょっとやっぱりシンパシーあるんじゃない、このマヤペンとして。そうそうそう、一番可愛いと思ったシーンがもう一緒みたいな。そう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 。そしたらもう心まで通じ合ってるからもう。そうだよ。お肉さんってことになるけどね、お前は。お肉王じゃなくて。え、でもじゃん、うん、俺しかも身長一緒なんだよね、お肉さんと。これもう俺がお肉さんって言っても過言ではない。過言やな。ほら、バイバイの時に声かすれさせてるからお肉さんでしょ、もう。過言やわ。俺カディ？はい。これね、やっぱマヤペンなら可愛いなって思ったシーンがあるんですけど、うん、これあのマイカちゃんのモノマネを披露してくださいってマヤちゃんが言われて、うん、であのまずお手本見せてくださいじゃなくて、マイカちゃんのこと一回言ったんだけど、まあちょっと照れ笑いしてたみたいな感じ、うん、で、あとにそこで、そうじゃあ皆さん目つぶってって言われて、うん、その披露してくださいって言った時にこう、シーンじゃない。で、みんなはそのマヤちゃんがマイカちゃんのモノマネを披露するシーンって言ってるんだけ、思ってるんだけど、マヤちゃんだけはか、あのマイカちゃんがあのお手本をね、披露する番だと勘違いしてずっとこう長いわシーンってなってるシーン。長いわ回答が。これね、回答史上過去一じゃない。これね、ピカソの皆さんこのシーン、うん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 、これ皆さんこのシーン好きだったでしょ。うん、天然のとこだったり好きですよ。これ好きでしょ。ここじゃないかなと思います。あ、これ問題は好きなシーンですよね。好きなシーンですよね。好きなシーンです。やっぱここかなって僕は。東京合宿の紙芝居、うん、まやちゃんの浅い、浅いわ。いや、でも思うじゃん。え、マジで浅い。お前、正解だった場合、土下座だよ、お前。え、でもこれマジで浅いよ。いや俺これだった場合、お肉さんどつくもん。絶対どつけよ。どつく、どつく。絶対どつけよ。うん、もう、まあ、ふざけんなって話だよね。理由としましては、うん、いや、そうだよ、もうこのシーンいいんだよ、もちろん印象に残る。うん、まやちゃんのまあ、衝撃的な、うん、活躍。うんうんうん、ちょっとない理由は。あ、もう薄い、薄い、薄い、薄い。じゃあ答えいきます。うん、うん、それを選ぶのはもう王道すぎてね。 YouTuber ですか。NiziU が出てる動画番組すべての中で一番好きなシーン、これ難しいですね。あ、はい、NiziU のあのミーシちゃんがいない時のバズリズムで、ミーシちゃんをどうにかね表現したいって言ってみんなで作り上げたあのステップアンダーステップのステージがもう本当に感動して、私の中でもめちゃくちゃ大好きだったので、バズリズムのステップアンダーステップです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、会話してるみたいな、ね、いいねこれ。これいいね。全然違ったわ。何が、何かやってた今なんかもう俺ら、う、もう浅い浅い浅い。なるほど、うん、なるほどって思わされた。そう、深さが違った、はい、もう全ての全ての深さが違った。だってお前も俺のが正解と思ってね、俺のが正解だった時にもうたまにも振りしまくってたもんね今。そう、ね、こっちが正解だった時にめちゃめちゃ面白くなるような振りしてたのに、うん、もうそんなんじゃない、もうどつくとか言って、そうどつかないノリしようとしてたもんな。してたのにそういうのじゃなくなっちゃった。浄化されたわ、心が。完全に上の存在だ。3問目いこう。はい、3問目いきます。はい、
推しのまやちゃんの好きなところはどこですか？はい、これはもう個人のあれがあるからさ、まやちゃんの好きなところはやっぱりね、お肉さんがどう答えるかだもんね、これは。はい、はい、はい、全部来ました。はい、降りてきた。待ってください、イチゴンウィッグ、イチゴンウィッグ降りてきました。はい、はい、これ、これから言っていいじゃん、うん、これやっぱあのミーグリとかでね、うん、分かったことだと思うんですけど、やっぱお肉さんの模様、僕らもその通りに待ってたんですけど、お肉さんの模様をね、あのもちろん前から見てくれてて、お肉さんの、ね、ミーグリを見て分かると思うんですけど、うん、朝見てますみたいなこと言ってもらえたみたいな、うん、そういう優しさだったり、うん、そのまあそのやっぱウィジューと今会えない期間、うん、やっぱ YouTube とかね、Twitter とかをやっぱ見て、うん、そのウィジューと繋がってるみたいな、ちゃんとねそういう目を通して、やっぱ本当にウィジューを大事にしてくれてるんだなっていうところ、うん、長いわお前、長いわ回答だから、お肉さんの。確かにな、それもお肉さんに言ってるよ、だから長いわって。これだった場合な、回答が。そうだな、うん、はい、はい、周りに気遣いができるところ。薄い薄い、いやこれね、薄い、みんな薄いと思うやん、うん、これ深いんよ、え、うん、理由説明していい？はい、いいよ。のなんか薄っ薄っ、はい、どうぞ、いきます。このシーンいっぱい思い浮かびますよね。推しのまやちゃんの好きなところはどこですか？めちゃくちゃ可愛いし、私の中ですっごいタイプなんですよ、顔も。なんかそれもあるんですけど、でもやっぱ一番の理由としては、うん、綺麗なのにすごいバラエティに触れるっていうか、ただものじゃないアイドルのね、力を感じました。ですよね、ですよね。いやマジでその通りだわ。わかります。よっしゃー、わかります。わかるわ、その通りなんだよね。綺麗、本当にね、そうなんだよ。いやー、その勉強になるわ。でもよかった、よかった。はい、4問目、22の最初の印象と今の印象両方教えてください。誰が興味あんのこれ。これね、やっぱお肉王ですから、そのお肉さんの20に関するところだけじゃ なくてね、単なる質問、これは多分というか、あのこのお肉王というものに、うん、あの甘えて、うん、ただし、あの気になるところを質問しました。印象って何なのかな。印象っていろいろあるじゃん、印象は印象でも、まあ優しそうだったりっていう印象もあるし、なんか来たなっていう印象の場合もあるわけやん。それはそうだよ、それはそうだろう、それも含めてってこと。それはそうだろうな、まあ、それはもうお肉さんがどう捉えるかね。そう、お肉さんがどう捉えるかからもうお肉は始まってますからね。だるってやめて、だるってやめてよ。はい、じゃあ俺から言っていい？はい、うん、最初がなんかおるな、うん、なんか出てきたな、変な若者が、うん、で、今が大好き。あ、そっち？あ、そっちや。お前そっち？うん、お前は、お前は。俺ね、ちょっと、うん、ルーズリーフの利点出たわ。うん、はいはい。最初、うん、優しそう、うんうんうん、すごく面白い。はいはいはい、優しいですからね、優しい。お肉さんが優しいから優しそうって出てくるんやろな。そう、うん、そうです。そうだね、お肉さん汚いこと使わないからな。で、うん、今ちょっとなんか接点とかあって、うん、うん、そうだね、いろんな、まあ内部を知ってもらえて、内部知ったわけやん、うん、で、うん、今の印象がゴミ、うん、ゴミ。お肉さんからその単語出るわけないやん。ここは事実を書きました。事実、はい、あ、すごい、はい、いや、このでもゴミって言ったらめっちゃ面白いからね。じゃあ、これいきます。ゴミって言ったらめっちゃ面白いから。22さんの最初の印象、今の印象、最初の印象は、うーん、20の YouTuber の方だなっていう印象ですね。私結構ね、初期の頃は全然知り合いもいなかったので、いろんな YouTube20 の方や、20のことやられてる方結構調べさせてもらってたんですけど、その時に、あ、22さんって方がいらっしゃるんだなっていう印象で、これは俺合ってるな。今の印象、今の印象は、全ての出来事をなんか面白くしようとする人。面白い、えってことはじゃない？ってことはってない？そう、消しちゃったんだけど、俺なんかおるな。まあ最初の方正解やな。合ってるよね、うん、最初の方正解で、うん、全ての出来事面白くしようと してできてないゴミってこと。ゴミって言ってた？言ってないだろ。言ってた？ゴミとは言ってないだろ。正解？正解じゃない、さすがに。えさすがに。俺じゃ何点よ。 0.5 でいいじゃん。そんな俺やった。え、だから今 1.5 だな。そうそう、あ、じゃあ 0.5 か、まだ俺。あ、そっか、外したか。うわ、紫だろ。質問5個目。はい、お肉さん大好きですって質問言いました。お前が、うん、いや俺じゃないよ、その質問で読んでね、お肉さんが、うん、照れんなよお前。お肉さんがどう、別にいいだろ言ってても、お前照れんなって。お肉さん大好きですよ、全然。
当たり前ですけど、その反応は答えてください。反応ね、まあ、これ書いてもいいし、まあ、書い、うん、まあ、なんかヒントちょうだいよ。今のがヒントだよ。書いてもいいし、書かなくてもいいしって言ったから、多分文字じゃないんだよね。反応です、これは。きっしょいな、考え方きっしょ。あ、これね、ちょっとこうかもしれんわ。ちょっとこうだわ、多分。いや、ここでツンデレお肉さん出てくるかな。これですね。ツンデレお肉さん出てくるかな。これです。土餅からいこう。はいはい、再現していい？じゃあ、いやいやいや、じゃあ、ニクさん大好きです。私は好きじゃないです。はい、今、ここまでだからね。そうだよ、うん、そうだよ。分かった分かった。じゃあ、言うね。俺、あ、いいね。お肉さん大好きです。はい、飛ばします。ちょっと照れて飛ばしちゃう。あーね、そう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 、困、困りでれ、困りでれお肉さん。じゃあ答え、ツンデレお肉さん出ちゃってる俺。困りでれ監督さんだから。頼む頼む頼む。お肉さん大好きです。はい、うわっ、ポイ正解です。じゃあ、まあ、いや正解じゃないじゃん。まあ飛ばしてますは言ってないけど、まあ、はいはいって言って飛ばしてるもんね。でも飛ばしますは言ってないじゃん。言ってないから減点でいいよ。 0.6 点しゃいって言っちゃう。 0.6 点え、でもなんかそういうことなんだよね。演出してるやんお前。俺が1点だからってお前。違う違う違う、これは俺ニュアンスが合いすぎてた。ニュアンスがちょっと待ってた方がいいでしょ。だから、うん、じゃあ 0.8 とかでいいじゃん。 0.6 なら 0.1 点。それはもう天才脚本家だからよ。うわ、村上春樹おるやんこいつ。村春、村春おるやん。うちらの前で村春やめてよ、はい、やっとった方がないよ村春。で、全部全部見せるよ。6問目いきます、はい、愛嬌してくださいっていう、まあ、無茶ぶりをしました。これね、まあどうするかですね。もう俺らがやればいいってことだ。あ、そうだね、もうやれば。そうだね、これね、だからさっきの流れで言ったら、うん、また飛ばすか、うん、でも俺いつもやってる IQ やるわ、お肉さんが。オッケー、俺からでいいじゃん。オッケー、うん、じゃあこれから。うーわ、ルナハート。うーわ、お前ルナハート。なるほど、ダメじゃん、もう俺それ。あ、ガチでそうだった。え、うん、ガチでそうだったらいい。じゃあガチでそうだっていいよ。いや、変える。オッケー、真顔ね。うん、俺はニコってしてたからね。これで歌いました。オッケー、うわーと楽しみ。これシンプルに、あの片手で携帯持ってる方々にね、愛嬌を届けたい。片手で携帯持ってたからないわ、俺の回答。愛嬌してください。うわ大丈夫かな。大丈夫です。もう一回見よう、もう一回見よう。普通に普通に普通にもう一回見よう。オッケーオッケーオッケー。ちょっともう一回見ます。愛嬌してください。うわ、かわいい大丈夫かな。この後もいい大丈夫かな。まあこれはお前バカにしてたよな。してないです。してたよ絶対。もう一回言って。何が。え、今の、今の前してた。してない、してない、してない、ほんとに大丈夫かな。ね、最低が難しいね。俺は作ってるよ、ハート。まあいや、まあ俺は多分、いや俺は多分でいいよ全然。0.2点。両手で作ったからね。うわ、で今だから 1.1 対 1.2 ってことだよ。はい、最後の問題です。三上幸喜やん、お前結婚が質問7個目、はい、最後に 何か言いたいことを何でもいいので言ってください。これね、どうこれは難しいです、ね、何なんだろうね。はい、ということで書きました。 OKOKOK お前からでいいよ。え、行きだよ。いや、俺、いいよ。これだと、いいよ。これだと、行きだよ。いいよ。これだと、行きになっちゃうよ、うん。うん、早く言え。バイバイ。かすりバイバイ。これで、落としてくださいっていう動画。うーわ。これ、まあ、期待も込めてね。うん。いいよ。それで、トゥーさん、コロナが収まったら、ぜひコラボしましょう。これだったら熱い。ごめんなさい。なんでやねん。なんでやねん。大先輩。まだ早い、俺らには。そうだね。そうだね。まあ、それもある。おこがましい。来るだろ。バイバイだった場合落とすから、もう終わりだから。確かに。最後に何か言いたいことを何でもいいので言ってください。お肉を全部正解したと思ってます。はい、正解してない時は覚えていてください。うーわ、こわこわ覚えていろよってことでしょ今。はい、これはどっちも、いや、これ全然違うな。正解だな。1点、2点です俺。はい、うわ、負けたやん。でもこれはもう鬼子
定のレベルすぎてちょっと、まあ、まあ1月18日の8ではある。お肉王かどうかはあれだから第2回ってこと。じゃあそうやな、引き分け今回。何点だっけ。 1.1 だよね。俺も 1.1。 俺も 1.2 だよ。俺 1.1 だよ。そうなの。最後はちょっと言い切ったからマイナス 0.1 引き分けか。くそー、引き分けかってことは第2回やんないとやばい。やんないと決着がつかない。そうですね。うわ、そうやな、第2回やんないと、やんないとやな、これ。うん、お願いしますということでね、皆さんこれもうね、ミーチューの方々のお肉さんのね、ファンの総称ミーチューって言うんですけど、ミーチューの方々もね、まあ、盛り上がれたんじゃないかなと。うん、ぜひね、あの最近僕たち NiziU に関するあの企画だったりね、なんかいろいろ面白いことやってるので、ぜひね、いろいろ見て、いいなって思ったらチャンネル登録していただけたらなと思いますということでね。でもちろんね、お肉さんのチャンネル、お肉韓国、とまあサブチャンネル、お肉タウンね、これまだ登録してない方いたら、もう今すぐしてください。はい、お願いします。ということで、本当にね、協力していただいたお肉韓国さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後まで見ていただいたこの方々、ありがとうございます。ありがとうございます。締めるか。うん。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。